はい、皆さんこんばんは。G-BOYS です。はい、ということでね、本日も動画をお送りしていくんですけれども、今もうついさっきっていうかもう今お風呂出たばっかなんですけど、もうお風呂の中でね、もうびっくりする出来事があって、もう、ギャーってね、もうなっちゃったんですよ。まあ、びっくりして、まあ、もう聞いてくださいよ。あのね、シャワーをひねったら、なんとですよ、びっくりすることに。始まるよ、はい、どうせね、お風呂のくだりカットされてるんだろな、カットされてるんだろ。はい、ということでですね、本日は、明治安田生命 J1 リーグ第26節、清水エスパルス VS ヴィッセル神戸ホームアイスタ戦ということでね、もう結果からね、今日は行っちゃいましょう。3対1で、清水エスパルスの勝利でございます。いや、すごかったね。ということで、まあ、試合の内容とか僕が感じたこととか、そういうことをね、まあ、これからお話ししていくんですけど、まあね、びっくりするようなね、出来事が、まあ、ありましたよね。11月1日、のね、月曜日かな、クラモフスキー監督が、まあ、解任されてしまったということでね、もう、まあ、ツイッター上とかね、もうみんな驚いた感じで、なんかね、僕もまた、またっていうか動画で心境の変化とかっていう動画出してるんですけど、まあ、今年とかね、もうクラモフスキー監督と一緒に、まあ、これね、頑張ってやって、まあ、来年にどうつなげていくのかなっていうところを、まあ、期待していたというかね、っていうところで、まあ、クラブが判断したのは、まあ、解任ということで、まあ、これはね、まあ、驚きましたし、正直、まあ、少しね、寂しい気持ちもね、やっぱありますね。もう、11月まで、今シーズンね、率いてきてくれたんで、まあ、辛いこともたくさんあったけど、やっぱりクラモフスキー監督がいたからこそのね、今年のエスパルスっていう部分もあったんで、試合後のね、公式サイトに載ってる、監督のコメントをね、ちょっと読んでみてね、まあ、胸を打たれたっていうかね、まあ、びっくりすることも書いてあったんで、ちょっとね、紹介したいんですけれども、まあ、今回こういう人事があって、まあ、ピーターさんとか、コーチ、フィジカルコーチなどにね、まあ、勝って恩返ししようっていうことをみんなに要求したっていうね、ところなんですね。まあ、頑張ろうとかそんなんじゃなくて、もうとにかく、もうピーターさんにね、もう捧げるようなね、試合にしてやろうよっていう、なんか意気込みみたいなのはね、感じてきて、確かにもう試合通して、監督もそうなんですけど、すっごいね、声が響いたり、選手もね、まあ今日、すっごいね、頑張ってくれたんで、もう、そういうのはもうビシビシね、伝わってきてたんですよね。まあ今日はエスパルスが 4-3-3 ということで、神戸も、最初の発表では 4-3-3 っていう発表だったんですけど、まあ途中からっていうか、まあ試合始まってからちょっと変わってましてね、で、イニエスタがいたり、ドーグラス、田中達也とか、山口ホタルとか、まあ、すごいメンバーじゃないですか。まあ、そこに対してね、どこまでね、できるのかなっていうところはあったんですが、もう試合始まってすぐはね、ちょっとバタバタするとこもあったんですが、まあ、もう完全にこう、やり込められるっていうか、押し込められるみたいなところまではいかなかったじゃないですか。ディフェンス4枚しっかりブロックできていて、で、最近の試合と、比べてみて、僕がなんですけど、一番感じたところっていうのが、前線からの守備が今日は、今年の中で一番できていた試合かなっていうぐらい、感じたんですね。もうハーフウェイラインよりも、高い位置で、もうガン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 ディフェンスに行くっていう。そしてね、後藤選手もトップで張っているだけじゃなくて、もうしっかりね、下がってくるというか、もうディフェンスに戻ってくるんですよね。で、金子選手にしても、まあ、すっごい、まあ、走力っていうかね、まあ、体力っていうか、もう、とにかく前線からの守備、そしてカルリーニョス選手も、本当にね、もうブラジル人ながら、もう、献身的なね、守備をしてくれて、まあ、守備から入るっていうところでは、もう、100点満点ぐらいね、試合をしてくれたと思うんですよ。で、やっぱ、ここら辺でね、前線で守備、もう、奪うシーンも多かったんですよ。
でそこからのショートカウンターとかで、まあ、後藤選手がまあ弾丸ミドルみたいな打って、まあ、キーパーに弾かれちゃったみたいなのもあるんですけど、まあ、こういう攻撃につながるじゃないですか。でディフェンスからしても、ね、楽な、まあ、試合展開にも、ね、まあ、なってきたんじゃないかというところで、まあ、神戸には、ね、前半に1点入れられたんですが、まあ後半ね、西田選手の、コーナーキックに合わせたのがバウド選手、もう見事ですよね、これね、まあ、マークもかなりついてて、もう、まあ、スペースないんじゃないかっていうところを、まあ、あえて、まあ、自分、一旦下がりの、ディフェンスの背後に回り込んでの、しっかりと頭に当てるっていう、もうこれ、なかなかね、できないようなね、ゴールなんですけど、もう、バウド選手は、まあ、さすがというところですね、もう大好き。それから梅田選手ね、柏戦に続いて今日も当たってましたね。すごいですよ、柏戦もね、もう何回ね、梅田選手に助けられたかなっていうぐらいなんですけど、ここもやっぱクラモフスキー監督が育ててね、来たっていうか、そういうところもね、やっぱ試合に出てるんですよね。うん、それから、まあ、ポンポンポンと崩しからの、空いたスペースに走っていたエルシーニョがしっかり決めるっていう、ここのね、スペース空いたところに走り込んでくるタイミングといいね、まあ、これも素晴らしいんですけど、で、まあ、あそこまで行ったら決めて当たり前ぐらいにね、思ったりもするんですが、そうじゃないですよね、キーパーとゴールの、ポストの間をね、狙ってるんですよ。これね、まあ、なかなかこれ決まらないですよ、角度ないですからね。で、キーパーもイン側に来ると思ってますから、まあ、これはまあ逆を突かれたぐらいの感じで、まあ、見事なゴールが決まって。もう MC には最高、僕にハートまで送ってくれて、もう本当にありがとうっていうぐらいの、ゴールだったんですが、それから、そう、中村選手がね、後半入ってきてから、またね、活性化しましたよね。それからもう逆転してて、もうエスパルスがもう、だんだんもう試合握れるようになってきたんですよね。まあ、余裕から来る安定みたいなところ、それからね、鈴木唯人選手も、まあ、中村選手はちょっとね、自分にボールくれよみたいなところだったんですけど、まあ、ガツンと打っていったと、うん、左で打ったんですが、まあ、ちょっと外れてしまったというところ、それから、86分ですね、また西田選手のフリーキック、これに合わせたのが、金井選手、見事なゴールですね、これは。にしても金井選手もすごいんですけど、まあ、今日のね、西澤選手のクロスの精度、ここもね、すごいものがありますよね。これ、アシストランキングなんかでも、結構上の方にね、もう来てるんじゃないかなっていうぐらいだと思うんですけど、まあ、西田選手が MVP でもいいぐらいなんですけど、今日のね、まあ、MVP 送るんだとしたら、僕はね、バウド選手かなって思うんですよね。まあ、なんでかっていうと、やっぱりあそこで、追いついたってことがほんのすごい大きいんですよ。で、後半だけで3点ポンポンポンとまあいったんですが、景気づけの1点、あそこのまあディフェンスの話とか、動きもね、見事だったんで、まあ、バウド選手が、まあ、今日は MVP かなって、まあ、他にもいっぱいいますよ。後藤選手も良かったし、中村選手も金子選手も、もうみんな良かったんです。それからあとは、そう、サンバが帰ってきたんですよね。サンバ隊、もうめちゃめちゃかっこよかったじゃないですか。で、なんかツイッターにも、よく流れてきていた、なんていうんですか、クラップというか拍手、あれもね、手拍子がものすごいね、まとまって聞こえて、めちゃめちゃかっこよかったです。だから、今日の MVP は、サンバ隊と現地で、必死に手拍子をして応援してくれた、エスパルスサポーターの皆さんかな。そういうことにね、しておきましょう。ということで、まあ、8月以来の、ホーム勝利ということと、監督ね、監督、平岡監督、危ない、名前出てこないところだと思う平岡監督、初陣、大勝利ということで、まあ、ここからですよ、残り8試合、全勝しかないんです。全勝して優勝はちょっと厳しいか、まあ、ないのかって、もうね、目指すとこはもう全勝しか本当にないと思ってますから、ここからですよ、また一丸となってね、皆さんで応援して、もう一つでも二つでも順位ね、上げてね、まあ終われるように、これからもね、スパーズを支えていきましょうということで、本日は、この辺りにね、させていただきます。
最後までね、ご視聴いただいてありがとうございました。でそれからチャンネル登録、それから、ね、ツイッターもやっておりますので、下の概要欄の方からね、フォローとかしていただけると嬉しいです。はい、コメントもね、待ってますのでよろしくお願いします。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。